はい、それではですね、今から初心者講習会の方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今からレジュメの方を配りますので、名札を持っている方ですねを対象に、レジュメの方を配らせていただきます。では次は、講師の京さんからお願いいたします。今対戦者に早めに、はい、それでは、本日、アンダーナイトインバースの初中級者講習会と題しまして、一応私京都、社長こそ布施ワレンシュタイン使いの、布施さんと全一猿、セナルさんに来ていただいておりますのでよろしくお願いします。まずはあの資料を用意しましたんで簡単なものですけど皆さん、受け取ってください。もらってないよって人は、受付担当した主催の要っていう、メガネかけた色黒 の, あの青い服着てる人が配ってるんで取りに行ってください。それパッと見は分かりにくいと思うんですけど後から実践で説明しながら実践していくんで分かりやすくなると思いますのでちょっと待ってください。まあ今私どこで上げるかわからない。多分これだねマスターだな。そう LTR じゃない。あ本当だ。今私した資料に関しては、まあ基本的なことは書いてるんですけど、まあ、誰でもやろうと思ってもなかなかできないところはあるんですよね正直。それをまあちょっと分かんないのはとりあえず実践でちょっと説明していくのでちょっと待ってもらっていいですかね。今配布の方をしましたがまだ受け取っていないという方はいらっしゃいますか。もう2名いらっしゃる。時間の無駄じゃないか。ないから近くの流星くん、流星くんお願いします。今日講習会を受けたら1週間後にはプロの鬼プレイヤーになって帰ってくる。人数がいましたので1枚ほど足りんプロになれる。あ、すいません本当ありがとうございます。ごめんなさい。はい、資料の方が足らないということになりました。30奥の方が聞こえづらい。はい、では、気を取り直していきます。社長大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあまず京さんから、流れの方頑張って。え、待ってやるんだったら本当に喋って。はい、ではそれでは初中級者対、講習会を始めたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、対戦してる人は知りません。あの多分聞こえないところもあったりすると思うんで今バーッと喋ったり実演交えていきますけど、あのスタッフ証で名前が赤い人とかあと周りの人にいろいろ質疑応答とかあの聞こえなかったもしくは話されなかったけどここが聞きたい等々ありましたら講習会の時間外でも受け付けてますんで、随時ご質問ください。それではまず始めていきたいと思います。手元に資料ある方はそれ見ていただきたいと思います。で今回、流れの方がまずシステムの話を 1,2,3 つ3つ用意しました。プラス、戦術というか、まあ、戦い方の話を、3つほど、お話ししていきたいと思います。でまずはシステムへの理解その1の部分ですね。今回特に覚えてほしいのがこのグラインドグリッド、あのいわゆるグリッドゲージっていうんですかね、画面中央下の星型のやつですね。こちらのシステムの方非常に大事になってきますので、まずこれの話したいと思います。ペンライトみたいなの、うん、はい。で、こちらがまあ星、まあ、グリッドって言われてますけど正式にはグラインドグリッドと言われています。でこれが あるこれは一体何なのって言った時に、これが数が多い方が、いわゆる CS 権チェーンシフト権が獲得できるというのが、非常に大きなポイントになってます。でチェーンシフトって言ったけどカタカナよく分かんないよ何それって言ったら終わってしまった。あ終わった、うん、まあ今ちょっと話してるから。でこのチェーンシフトができるっていうのがすごく、お得な点になってきます。
で何がお得かっていうと、まずは、まあ、自分の好きなところで時間を止めて、状況判断ができるっていうところですね。格闘ゲームにおいて時止めた上に先に動けるというのは非常に有利になってきます。こちらの方がまず、はい、非常に分かりやすいアドバンテージですね。でプラスこの時間を止めると他に何ができるのって言ったら、状況が見れるので、攻撃されてたらもちろんガード、中断だったら立つこともできますし、まあ、あとそれから対空攻撃を見たらシールド貼って、ガードしたりで、いろいろあと対空もできます。ここが、まあ、周期で、まあ、みんな分かって、まあ、ゲームは一応理解してると思うんですけど、これが、まあ、回ってきたらもちろんボーパル状態になって、これがこのゲージが多い方が光るんですね。この時に攻撃力はもう 10% 上がってるんで、この時は攻めた方がいいっていうことになるんです。ただ相手も内容ないなりに、まあ、考えて行動してくるので、まあ、結構読み合いにはなってくるんですけど、もうここら辺になってきたらもういろいろ動きを変えていかないと取られちゃうんで、最初は初心者とかはこれをとにかく光らせる状態を多く作ることですね。初心者と上級者がやってると、上級者が常にこれをもうもらおうとするので、これをいかに自分のものを多く相手に取って光らせるかが結構重要なところになってきますね。どうぞ。はい、布施さんありがとうございます。はい、でさっきはこうで、まあ、グリッドの数が多い方が CS 権、獲得できるんですけれども、一応その条件としては真ん中が今ちょうど一周しましたけど、はい、これ一周した瞬間に判定が行われます。この瞬間にグリッドゲージが多い方に、青いオーラもしくは赤いオーラがまとって、CS 権が移行します。そうですね。でこの一周に大体かかる感じは、まあ、覚えてなくていいですけど、17カウントになりますんで、まあ、でもカウントで覚えてもいいですし、実際に下で目で見て、あ、そろそろ回るなとか見たら、グリッドを貯めたり、相手の状況を見たりして、そうですね、なるべく CS 権を維持するように、考えれるといいと思います。おっと、でこれを CS すると、まあ攻撃をキャンセルして、これ1個につきゲージが20個貯まるので、2、4、6、ハノと120、これ120貯まるっていうシステムやってますね。ゆっくり上昇していくんで、これがブワーッと上がっていきます。これが1個につき20個ですね。20ゲージです。つまり多ければ多いほどいいわけです。でグリッドが6個以上ある場合はコンボを伸ばすことができますね。ですね。で、コンボを伸ばすって今言ったのは、まあ、補正の関係もあるんですけど、普通にチェーンシフトすると行動をキャンセルしてまた新たな行動ができるという意味で、必殺技をキャンセルしてコンボを伸ばすこともできたり、あとそれにあと突き消しにもなりますね。コンボ時にはコンボが伸ばせる。で攻撃してガードされた時にも、その隙を CS で時を止めつつ行動をキャンセルして、そうですね、隙を消すという使い方もできる。非常にお得で強いシステムになっています。ですので、できるならこの青いオーラをまとっている状態、もしくは赤いオーラをまとっている状態はなるべく維持していきたいところだと思います。そうですね。もうとにかくここが光るんで、光ってる間火力が上がってると思ってください。でプラスちょっと今 CPU 戦なんでやりづらいですけど、いわゆるガードキャンセル、ガードスラストって言われてる、相手殴られた時も、反撃するシステムも無料で使えるので非常にお得です。ガーキャンがあるんでね、このゲームは。花見さん乱入してくれたからガーキャンやってもらった方が早いかな。まあガードキャンセルはキャラによって結構使いづらかったり使いやすかったりっていうのはあるんですけど、まあ、ガーキャンは本当ヒルダとかカーマインとかゲージがないと無敵技が出せない、ゲージがあって無敵技がないキャラとか結構重要なんですよね。ただしガーキャンはゲージ100がある状態か、ここがピカピカ光ってないと使えないのが特徴ですね。ちょっとやってみ、はい、光ってる、こっからガーキャンしていく、これ、はい、これすごい技ここが光ってる、ここが光ってる状態でやればもうガーキャンは特にリスクないです。ただしゲージ100の時にゲージ100貯めてもらいましょう。ゲージ100貯めてガーキャンしてみましょう。まあもちろん皆さん知ってるか知らないか分かんないですけども、ゲージが100の状態でもガーキャンできます。しかしここが大変、アサルトができなくなっちゃうんですね。ここがなくなるまで D 行動は基本的に禁止されちゃいます。つまりゲージ100あるときにガーキャンするのは非常に危険ということは、ここが光っているときに出したのが得策ということですね。これは意外と知らない人もいたりするんですが、とにかくゲージ100でやるときはもう本当にどうしようもないときです。ガーキャンのコマンドは竜巻新聞客に D ボタンだ。竜巻旋風脚分からないとちょっと困っちゃうな。鉄筋の話しかしないけどねねレバー下に入れてガードしようと思って D ボタン押したら勝手に漏れます。 214D です。 214D
というシステムです。ガーキャンはとりあえず勝利のないキャラとか結構重宝するんで、出しどころ間違えないようにやることですね。はい、ということで、この、まあ、オーラをまとうってこのグリッドが溜まって CS 圏が移行するというと、技の隙が消せる、コンボが伸ばせる、攻撃力が上がる、でプラス時間が止めれて状況が見れる、プラス、はい、ガードキャンセルまでできると攻防ともに非常に優秀な技になってます。そうですね。でこれがやっぱりじゃあ私も欲しい、みんな欲しい、もう誰でも欲しいという中で奪い合いが始まります。でということは下のグリッドですね。これをいかに貯めるか、どうやったら増えるか減るかというのが大事になってきます。分かりやすいのが、ガードをすると増えます。ガードをすると増える、うん、あと敵と殴ってガードして、ガードして、まずガードしてですか。それシールドガードやめてもらっていいですか。普通にガードして、普通にガードして、まずガードするだけでも増えます。でプラスシールドボタンってガードしながら D ボタンを押すと、でシールド成功しても一気に増えます。シールドして今減ってるけど、うん、周期を元に戻した方がいいね。 DD やって、はい、でこの状態でガードしたらガードさせ、壊しガードさせて。はい、セナルガードして、はい、いやし減っていっちゃうから CS 出せないと。早く何やってんの。あ、もうタイムアップ。あ、これ対戦か。はい、ガードするとこうやって増えていくんですね。アサルトやめてください。アサルトやめてください。こうやって増えていきます。だからガードしてれば、ガードしてる最中にこれを待つのがありですね。どんどん増えていくんで、自分に。で、来たら動き出すと。今、捉えちゃいましたね。ミラクルで。ただ増えていきます、ガードしてると。とりあえず、ガードをすることでも増えますし、まあ、後でまた話しますけど、シールドをしても一気に増えていきます。で、はい、グリッドが増えると、さっき言ったように、攻防ともに非常に有利なので、画面端に捕まっちゃったって言っても、ガードしてれば、そう、今みたいにガードキャンセルをタダで打てたりとか、時を止めて状況も見れるようになるので、触られたからって慌てることはありません。今みたいにグリッドが溜まるだけで、CS 圏が次に巡ってくるので、状況が有利になります。だからすぐ暴れたりしないで、待つというのも有効な、非常に有効な手段になっていきます。このゲームはそうですね、防御は最大の攻撃の場合もあるので、あるぜ、そうですね、守ってるから別に弱いってわけじゃないのがこのゲームの特徴です。一番重要、まあ、こことかがかなり重要なので結構大事に見ていきたいところですね。はい、で実際に今バーって喋っちゃいましたけど、まあ、ガーキャンとかグリッドが増えるよっていうのは軽く言ったと思うんですけど、実際に状況を見て対空するですとか、まあ、ちょっと CS を使ってコンボを伸ばす、ちょっとこの2点ちょっとやってもらいたいなと思うんですけど、どっちにやってもらおうかな。あ、そう、うん、何やろ、見てから勝利、見てから勝利やってもらう。じゃあ見て、はい、じゃあ CS 権取った方が見てから勝利ね。要は DD で時間を止められるので、これがまた使い勝手がいいと。え、ジャンパーサルト JC とか、うん、大きい攻めしてください。はい、これがまあリンネの基本、まあ、簡単なコンボ。ちょっとあれ、今の流れもう一回、今の流れもう一回ここで、はい、こうやって、うん、ちょっと待って、あ、大変失礼しました。グダグダなのは良くないんで、ちょっとテキパキやりましょう、うん、だってまだれちゃうんで。とりあえず、CS 圏チェーンシフトというシステムがオーラまとった状態で T ボタンを2回押すことによって時を止めることができます。こういう状態です。こういう時に起き上がりに DD やると、まあ、もうどう見ても飛んでるから、こう勝利入力するしかないやろという状況が作れるわけですよ。これ当たり前ですけど、ただ起き上がりに、まあそうですね、難しいところですけどね、上級者になってくると起き上がりにどうせ DD 押すんだろって分かってる人もいるわけですよ。だから起き上がりに相手出さないのも、まあ、読み合いにはなってきますね。ただまあ基本的には DD、 これが光ってる時に相手が倒れちゃったら相手は手出しづらいです。バックステをやるとグリッドが出てバックステ1個かな。であと、このゲームは歩いたり前後ろに下がったり前に出るとグリッド増減します。前に歩くとなぜかやたら増えてピカピカさせるんだよね。アサルトで 0.5 だよね。アサルトをすると、グリッドが 0.5 増えます。ただアサルトすると攻撃するよね。攻撃ガードすると相手にグリッドが増えるんで、必ずしも稼げるとは限らないですね。そうですね。だこういったような攻防の中から自分がいかに多くグリッドを取るかっていうところですね。あと投げスカもかな。投げスカも増減に関わってきます。だからあらゆる行動にグリッドの増減に関わってきます。そうですね、まあ、最初は細かいこと考えなくていいです。ただ
ガードしたら増えるから焦らなくていいっていうのと、で逆に言うとこうガードされると増えて CS 権取られちゃうんで、攻めてる側も、あのいつまでも殴ってると、ね、後で状況が悪くなるっていうのは意識してもらえるといいかと思います。次は、うん、じゃあそしたらじゃあ グリッドシステムはその辺にして、じゃあ次の、シールドの項目に行きたいと思います。シールドがなる難しいですが、これで使えれば超勝率上がります。少なくとも最低10から20の勝率上がると言ってもいいでしょう。今アメリカのなんかあの通販みたいにさ、本当にマイケルみたいに言った方がよかった。そうなんです。とりあえず次はシールドなんですよね、はい、でシールドですけれども、まず分かりやすいのが、成功する と、ガード硬直が減ります。ガード中に出せるシールドガードといきなり単発で出すシールドがあるんで、まずちょっと金虫やめて、これ、シールドしてください。セナルクシールド、これがシールドです。でガード中に後ろ D 押すとシールドガードになります。シールドガードやって、これ緑に光ると思うんですよね。これがシールドガードです。実はちょっと違うんですよ、仕組みがね。これを知らないとシールドがちょっと分かんないって人がいる出てきちゃうんで、ここは説明していきたいと思います。で、また次、乱入してもらうまでの間にちょっと言っときますけど、レジ目にも書いてありますけど、ガード硬直は地上で3フレーム、空中で6フレーム減ります。でプラス、まあ、それよりも一番大事なのが、ジャンプ攻撃に合わせると自分のターンが来るところですね。これは、次にまた、この次がの、まずは普通のシールド と、ガードシールドの違いをもう一回やってもらいましょう。金虫乱入してもらった方がいいな、これ。